伝染病予防病室伝染病予防病真面目にやっているのか伝染病予防病院病予防病室伝染病予防法難問だったな、うん、すっげえむずいわ。はい、ということでね、久しぶりの、早口言葉リクエストいただいたんでね、行ってみましたが、全くでしたね。はい、ということでね、コツの趣味部屋へようこそ。まあ今回もね、ドラゴンボールフィギュア紹介していきたいと思います。まああとねちょっとね、まあコメントでねいただいた中で結構多めに来る質問というかねそういうのがあるんでちょっと伝えておこうかなと思います。まあね自分のチャンネル、結構ね皆さんあの聞き取りづらいとかねそういうお声をいただくんですけれども、他のね、YouTuber の方結構声張ってね大声で喋ったりしてますけれども、自分はね、家族と同居という形でね住んでます。それなのでね大声で喋れません。ひそひそ話で、実況するしかありません。まあね、他のねああいう大声で、ね、笑ったり叫んだりしてる人たちはほぼ一人暮らしだと思ってください。周りに全然迷惑かからないっていう方たちですね。まあ自分に関しては全くもってそんなことできません。なのでね、こういう感じの声になっちゃうんですよね、どうしても。なのでねご理解いただければなと思います。また、まあ、中にはね、家族もいるけど、大声で、実況してる方たちもいると思いますけど、それはね多分ね、家族が留守とかのね、そういう時に多分実況を開始してるんじゃないかなと思います。はい、あとね、結構多いのが、ゆっくり実況とかね、コンピューターの、声でね、喋ってもらうっていう人たちもいますよね。あとはあの字幕だけで喋るつうかね、伝える方たち、そういう方たちもいます。はい、なのでね自分の場合ねそういうあのなんか声の張りとかに関してねあのちょっと言ってほしくないっていうのがありますね。はい、まあこれはね、自分と同じ状況の人だったらご理解いただけると思います。はい、ということでね、皆さんご理解の上、ご視聴いただければなと思います。はい、ということでね、気を取り直して、いきたいと思います。今回ご紹介するのはね、前々から気になってましたこちら。はい、来ましたね、発売じゃないけどね、あのプライズで、ついに登場しました、グランジスタ。はい、来ましたね、身勝手の極意極み極。いやこれすっごい期待してるですよね。うん、で今回ねなんかカラーと、黒一色のやつがあるんですよね。うん、で今回ご紹介するのは、こちらのカラーのみという形になりますね。一応黒も、自分の場合は購入してますんでね、こういうのは取れないんで黒はね、別日に取りたいと思います。はい、まあ、ちなみにねこれも結構重い、やっぱ1キロ近くあるね。うん、こんなの UFO キャッチャーで取れる人はすごいですね、本当尊敬しちゃいますよ。どうやったら取れるんだろう、うまいんだろうな、そういう人たちってね、低予算で取れるんだろうな。はい、ということでね、まずこちらを、開けて中身がどうなってるかね見ていきましょう。はい、一応中身開けて出しましたけれども、こういう感じで入ってますね。ブリスターが上下に挟まってる感じですね。で、上を取ると、胴体首なしですね。はい、でこれを
普通に、取るとって取れてないけど、取ると、このね、ブリスターの下に、まず、この台座ですね、台座固定のやつですね、はい、で、頭部が、入ってますね、はい、こういう感じですね。ではちょっと組み立てて、最後までね、見ていきましょう。はい、ということでね、組み立て終わりましたが、この時点でめちゃくちゃかっこいい。半端ないよねこれ。いやーすっげーこれ。まずもう顔からいっちゃいますけれども、すっげーかっこいい。見てこれ、すげえなこれ。うわかっこいいわ。筋肉の造形、これなんだろう、これゴミか、ゴミだな。いやこれはねほんとすごい。いやすっげえ。めちゃんこかっこいい。何これ、素晴らしいね。これをプライズで出しちゃうか、すげえな。普通になんだろうね、いい市販で5000円でも買っちゃう勢いだよねこれね。いやすげえかっこいい。うわ角度から、これが一番かっこいい角度。すげえかっこいい。いやね、結構ネットとかで見るとね、なんかこう筋肉がねなんか盛りすぎてるとかね、あとちょっと、乳首が目立つとかね、そういうマイナスな意見も多いですけれども、自分としてはねほんとすごくよくできてると思いますね。めちゃくちゃいいですよ。プライズ品として考えればもう全然合格点ですよね。下手すりゃ100円で取れるようなものですよ。それがこのクオリティですよ。半端じゃないと思いますよ。うわこのゾーンこれでもすごいよね。これにエフェクトとかつけたらすごそうだね。これちょっとね真っ黒のねやつもちょっと見てみたいね。ちょっと今まだ手に入ってないんですよね。これから届く予定なんですけれども、ちょっと真っ黒のやつがねちょっとどういう感じなのか、これだともう一回そっちも見てみてもらうね。いや素晴らしいよこれ、予想以上だね。自分もう最初から期待はしてましたけど、それを上回る出来だと思います。かっこよすぎだよこれ。一応ねもう一つこれカラー頼んであるんですけど、自分はねちょっと挑戦してみようと思います。何をっていうと思いますけど、ちょっと回収をしたいと思います。初の回収、つまりこれを、基本に、別のものに作り変えてみようかなっていうふうに考えてます。はい、まあ一応ね、そういうフィギュアの作り方の本を読んでますんでね、ちょっと自分なりにちょっとアレンジして別の
キャラクターにしてみようかなと思ってます。はい、まあそれがねもし成功すれば、アップしますけどね、成功しなければアップしません。はい、ということでね、今回はこの身勝手の極意の極み、極目が光ってるね。いや、かっこいい。これはねもうほんとおすすめ品ですね。はい、いやーほんとこれは素晴らしいな。ということでね、まあこれ以外にもね、フィギュア紹介してますんでね、この機会にぜひねチャンネル登録してない人はチャンネル登録お願いします。またねチャンネル登録している人とか、あとまあチャンネル、ね、ご覧いただいている方が、の中でね、本当にねよろしければいいねボタン押していただけますと、ありがたいです。はい、まあね一応まあコメントもね、自分は必ず、返してますんでね、まあよほどのアンチな意見、アンチなね、コメントじゃなければ削除せず、答えたり してます。はい、まあなのでね、まあこのね自分の実況の声に関してはね、先ほども言ったように、ご理解いただければなと思います。はい、まあね、まあ一回見てね、もうあれだったらまあ二度と見なくてもいいわけですしね、ということで、今回はねこれにて終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。